天の愛48の恋愛技の一つ。小判ザメ。それでも聞いてないなら、失敗の超必殺技。小判ザメ2。この技を食らった者は、鼻血を出しつつ、彼女に惚れてしまうしかない。天の愛。恐ろしき、伝英少女。桂正和先生の作品の紹介でした。読んでみてね。興味があれば、チャンネルも見てくださいね。ちょこっと漫画チャンネルでした。またね。